スマトラ島沖地震。2004年スマトラ島沖地震は、2004年12月26日、インドネシア西部時間7時58分53秒、アトック0時58分に、インドネシア西部、スマトラ島北西沖のインド洋で発生した、マグニチュード9.1の地震である。単に、スマトラ島沖地震といった場合、この地震を指すことが多々ある。 この2004年スマトラ地震におけるマグニチュード9.1は1900年以降でチリ地震に次いで2番目に大きい規模である。これはモーメントマグニチュードであり、ハイチ地震の約1400倍、2003年とか中沖地震の約40倍、東北地方太平洋沖地震の約1.4倍に相当するエネルギーである。また、 アメリカ地質調査所の暫定発表で当初マグニチュード8.1と発表されていたが、次にマグニチュード8.5、さらにマグニチュード8.9と発表された後、9.0に修正された。さらにその後、アメリカのオスウェスタン大学などの研究グループにより、9.3に再修正された。2012年現在、ユスグスではマグニチュード9.1としている。最終的には、 米のオスウエスタン大学と同程度の値になる可能性もある。これは震源地でプレートが3回にわたって南から順にずれ、そのずれの継続時間が6から7分に渡ったためと見られている。震源域は研究機関によって異なり、およそ1000キロメートルから1600キロメートルと長さを持つ。地震後の gps や実地調査ではスマトラ島北西沖にある。 ニアス島からインド領のアンダマン諸島北端までの広範囲で、木、沈降、水平、移動といった地面のずれ、変異が観測されている。国土地理院の分析によれば、震源域はミャンマー領とアンダマン諸島北端の間付近から、ニアス島の北西に位置する北部までの約 1320km とされている。平均をとって約 1300km だとしても、 日本列島沿岸の海溝に当てはめれば、長子沖から、ウルップ島港沖あたり、あるいは長子沖から奄美大島東方沖あたりにまで、及ぶ規模である。M9.3 の本心だけを見ても、ずれた、断層、プレートの境界面は、南北に約4 0 0トル、東西に約1 5 0トルにわたる範囲に及び、ずれた、距離、変異は、最大。 約2 0メートルという巨大な規模のものであった。大津波が発生し、インドネシアのみならず、インド洋沿岸のインド、スリランカ、太陽国、マレーシア、モルディブ、マダガスカル、ソマリアなど、東南アジア全域に加え、東、アフリカ等でも被害が発生した。本地震の後、地理で津波デマによるパニックが起こり一人が死亡したほか、 世界各地で新たな地震発生後に津波を警戒して、住民が早期に避難したことなどから、この地震が世界中に知れ渡り、人々の心に強く残ったことを示している。この地震以降、スマトラ島周辺では大きな地震が多発している。詳細は、スマトラ島沖地震参照。地球シミュレーターによる計算結果より、MW イコール9.1。 埋め込み式体積歪み観測結果より MW イコール9.1から9.2深部ボアホール歪み観測結果より MW イコール9.2地球の自由振動の観測結果より MW イコール9.1から9.3の値が算出されている過去数千年で複数回の大規模な津波の発生の痕跡が発見されている2008年 日本の産業技術総合研究所とアメリカの地質調査所、欧州地質調査所、ワシントン大学、タイのチュラロンコン大学などにより組織された共同調査隊は、太陽国南部のインド洋沿岸で地質調査を行い、過去約2500年間の地層中から4層の津波による地層を発見した。この調査結果から2004年と同様の大津波は、 数百年に一回発生していて、それぞれ五百五十から七百年前頃、二千二百から二千四百年前頃と推定されている。九百年に、インド南部のベンガール湾に面したタミルナード州に、インド洋からの大津波が襲来し、修道院、寺院にいる数百人の人々が犠牲になったという記録が、同州の図書館に残っている。また、インドのジャーナリストであるの小説にも、 同様の記述がある。インドの研究者は、インドの東海岸に位置する7から12世紀の考古学遺跡から発見された津波堆積物が900年頃に大津波があったことを示していて、2004年と同規模の長距離大地震は周期性があるとしている。同調査によれば、インド東岸に被害をもたらしたインド洋からの大津波は、 過去2000年間で900年頃と2004年のものが判明している。東欧計数理研究所の解析によれば、スマトラ・アンダマン地域での1973年以降の地震を調査したところ、2000年7月から同地域の地震活動が活発化していた。しかし、日本の東北地方太平洋沖地震の例では、地震前に静音化傾向が示されており、なぜ、 活発化であったのかは不明である。スマトラ島の西方約 160km、深さ 10km で発生した地震はマグニチュード9.3の巨大なもので、1960年に発生したチリ地震のマグニチュード9.5に次ぐ超巨大地震であった。震源は寸田海溝に位置し、インドオーストラリアプレートが ユーラシアプレートの下に沈み込むことによる海溝型地震の多発地帯の中にあった。これによりビルママイクロプレートの歪みが一気に解放された。この地震の破壊開始点は震源域の南端にあたる北緯3.298度、統計95.779度付近で海洋研究開発機構らの解析にいれば大きく分けて3段階で進行したことが分かった。 第一段階は、南側のスマトラ島沖、スマトラセグメントが、断層長さ 420km 幅 240km、平均5から 20m のずれ量、ついで中央部のニコバルセグメントが、断層長さ 320km 幅 170km、同 5m、さらに北側、アンダマンセグメントが、断層長さ 570km 幅 160km、 同メートル以下ずれた全体として、長さ1200から1、3 0 0トルの震源域であり、余震域にほぼ一致する。断層のずれは逆断層型で、断層面が平行に近い正常断層と見られている。地震発生時、沈み込むインドオーストラリアプレートに対して、上にあるユーラシアプレートの海口に近い西側の帯域流域、 海港から少し離れた東側の大域が人口したことによって、震源域より西側のスリランカやアフリカなどでは初めに押し波、東側のタイなどでは初めに引き波が押し寄せたと考えられている。この隆起や人口は現地調査や GPS 観測によるもので、地震の際に大きく変動を起こした上、震源域より北の地域でも数ヶ月間にわたり、近くの変動が続き、 橋本学ぶ京都大学大学院教授によると、モーメントマグニチュードの換算で、MW8.8、MW9.0 と見積もられるという予行変動。アンダマン諸島北西のノースリーフで約1.3メートルの隆起、南東のポートブレアで約0.95メートルの沈降を観測するなどし、海岸線が移動して隆起した地域では、サンゴが死滅するなどした。 地震動、地震の揺れは、震源の南端では3分ほど、インドネシアのバンダーチェなど少し離れたところでは6から7分、続いた。バンダーチェの揺れは、気象庁震度階級では、震度5強から6弱程度の強い揺れで、しかもその揺れが6から7分も続いたことで、住民に強い恐怖感を与えた。遠いところでは、バングラデシュ、インド、スリランカ、マレーシア、ミャンマー、 シンガポール、タイ、モルディブまで伝わったほか、日本では防災科学技術研究所の高単域地震観測網で面波、レイリー波の延直成分の内周期200から330秒の超長周期地震動として観測された。北海道大学によると、秒速約 4km、時速 14,400km、空気中のマッハ11前後に、 相当で地球を少なくとももしており、13周した可能性もあると見られている。以下の表は、アメリカ合衆国地質調査所が観測した本震と、以後の余震の一部である、資料元、ユスグス。平均で高さ10メートルに達する津波が数回、インド洋沿岸に押し寄せた、地形によっては34メートルに達した場所もあった。アンダマンニコバル諸島近海から、 スマトラ島北西部近海にかけてのおよそ 1500km の帯状の地域、上野アニメーション参照のおよそ海底 4000m の場所で津波が発生。津波発生時には2から 3m ほど海底が持ち上がり、ジェット機並みのスピード約時速 700km で津波をし寄せたとみられる。前述の速さで波が押し寄せたスリランカ、インド、モルディブ、 アフリカ諸国などに対して震源の東側となったタイ、マレーシア、インドネシア、ミャンマーなどでは比較的遅いスピードで津波が押し寄せた。特にタイのプーケットに津波が到達したのは地震発生から2時間30分後だった。これは津波が通過したアンダマン海が広い大陸方が広がる浅い海で津波が進むスピードが遅かったためである。 津波は、アフリカ大陸東岸のソーマリア、ケニア、タンザニアにも到達し、ソーマリアで100人以上の死者が発生。ケニアのモンバサでは避難命令が出された。また、南極大陸の昭和基地でも半日後に73センチメートルの津波を観測した。また、アメリカ合衆国の西海岸、南アメリカ大陸でも数十センチメートルの津波を記録した。発災当時、 インド洋の各国には太平洋側の各国において整備されている津波警報国際ネットワーク津波早期警報システムがなく2時間後に到達する地域においても避難勧告を出すことが出なかったこのため多くの死者を出す一員となったしかも太平洋津波警報センターハワイは津波発生の恐れに気づいたものの警報を出したのは ディエゴ・ガルシア島中流米軍宛てのみで、関係各国には告知しか送らず、津波被災経験ゼロのインドネシアでは、その重大性に気づけなかったとされている。2008年2月12日、国連教育科学文化機関、ユネスコ、ユネスコは、こうした観測体制の不備からの一環として、 観測体制と教育体制の不備による世界最悪の人災による悲劇のワーストを一つとしてスマトラ島沖地震の津波災害を認定している。また、津波による被害としては約2万2千人が死亡したとされる1896年の日本での明治三陸地震3万6417人が死亡した1883年のインドネシア。 クラカタウ島の噴火をはるかに超える観測史上最の惨事となった2005年1月20日の時点における死者の総数は226,566人また津波の被害を受けたインド洋沿岸各国はほとんどが熱帯雨林が広がるところで周囲の環境を調節し多くの生物の住みかとなるマングローブが減っていることが問題になっていたがタイで 数少ないマングローブの森が津波のエネルギーを吸収し、後ろ側の陸地は大きな波に襲われずに済んだという出来事があった。この出来事を受けた大政府はマングローブの保護と食事を推進する方針を打ち出した。インドネシアのアチェ特別州を除けば、被害はほとんどが津波によるものである。被災地の多くが地震や津波にあったことのない地域であったため、 津波に関する警報や注意があまりなされず、人的被害を拡大させた。ユスグスによれば、死者、行方不明者は合計で22万7898人。地震が発生した時期は、年末やクリスマス休暇のシーズンだったため、犠牲者には、日本や欧米諸国などからの観光客も、多数含まれている。最も被害が大きかった、インドネシアのアチ州では、 独立を求める武装勢力と国軍の対立が続いていたため、被害状況の調査や救援活動にも支障が出た。軍事政権下にあるミャンマーや長年内戦が続いてきたソマリアでも、はっきりした被害状況はわかっていない。死者83万人と記録されている花県地震、1556年や非公式ながら死者60万人以上と言われる、 公式には24万人強登山地震1976年に次ぐ人類史上有数の震災であろうと見られている。また被災者は500万人に達し、うち180万人に食料援助が必要とされているほか、衛生環境の悪化から感染症や伝染病の発生などの二次災害も懸念されている。さらに一部の被災地では治安が悪化し、 性的暴行事件や誘拐と思われる子供の失踪などが多発しているという。スリランカ、アンダマン諸島では外界との通信が途絶状態のため、短波のアマチュア無線による非常通信が行われており、アマチュア無線を禁止しているインドネシア,アチェと区別、州政府に対しても支援のために例外的に認めるよう働きかけが行われている。 インドネシア政府はヘリコプターを使った食料投下を続けているが、その食料の奪い合いで争いが生じる地域が存在している。以下、ロイター調べインドネシアは1月19日現在、その他の国は1月3日現在、インドスリランカタイは1月17日現在など、被災した各国の中で最も多くの犠牲者を出した。とりわけ、 スマトラ島北端のアチェ特別州西海岸は、甚大な被害を受け、州とバンダ、アチェや西アチェ県のなどはほぼ壊滅した。現在のところ死亡者は13万1029人、負傷者は最大で10万人、行方不明者は3万7603人とされており、政府は国家災害を宣言した。1月19日、アチェでマラリアの発生が確認された。なおアチェでは、 インドネシア政府との独立戦争が続いていたが、アチェ人武装勢力は地震直後に停戦を宣言し、2005年8月に政府側もこれに応じた。また、震源に近かったニアス島やアチェ特別州では津波だけではなく地震の揺れによる被害も大きかった。12,407人が死亡した。また、行方不明者は1万人以上、負傷者数は不明である。 アンダマンニコバル諸島では人口約3万人のカールニコバル島をはじめ一時全島が水没した島が数十あったとの情報もある。3万5322人が死亡した。コロンボ発ゴール業の列車が津波に流されて転覆した。この列車は第一波の被害を免れたため車内は安全と誤解した地元住民が多く。 列車内や屋根の上に避難した後で続く第二波の津波に飲まれたため、乗客の他地元住民なども含め1000人が死亡した。負傷者数は16,637人、行方不明者は5,637人、家を失った者は83万人それ以上だとされている。スリランカ政府は国家非常事態宣言を行った。リゾート地として知られるプーケット島など、 対南部6県のアンダマン海に面する地域、プーケット県、パンガー県、クラビー県、トラン県、サトゥーン県、ラノーン県に大きな被害が出た。映画、ザ・ビーチで有名なピーピー島、ピピ島もほぼ壊滅した。現地での死者は5305人、怪我人は8457人と報じられている。衛生上の理由から十分な身元確認を行わないまま埋葬された。 遺体も数百体あったと言われている。この震災で孤児となった子供は王室に引き取られ、養育されることになった。アンダーマン海に面する地域は、リゾート地として知られており、津波の起こった地域では高級リゾート地などで、多くの著名人の死亡が確認されている。ラーマ旧世プーミポン・アトンダヤデートの孫であるプムジェンセンも津波に巻き込まれ、遺体で発見されている。 政府は津波に対する認識が甘かったために、今回の被害が生じたとして、国家気象局長を更迭し、1993年に、インド洋での津波被害について警告していた、元気象局長を、総理府付公館として復権させた。一方で、大政府は、総額280億バーツの復興支援予算や、政府系、民間系銀行ともの定金利融資実施などを、 行っていることから経済的ロスについてはほぼ影響がないと見込んでおり、2005年の目標経済成長率である6.1%を下方修正しないことを明らかにした。政府のこの見方についてリーマンブラザーズも阪神・淡路大震災での例を挙げ指示した。なお、タイではこの津波が起きるまで津波を大型の波イコールタイドルウェーブと表現することが多かったが、 この津波以降は、専門用語である津波、日本語の津波の訳が一般的に使われるようになった。政府発表では80人が死亡、43人が負傷、3人が行方不明とされているが、AFP 通信の報道によれば死者は少なくとも90人、また、で数千人が死亡した可能性もある。ペナン島で21人が死亡するなど、 合計で68人が死亡、299人が負傷。津波によって74名が死亡し、首都機能を持つマレ島の3分の2が冠水。空港では航空機が押し流される。政府は災害非常事態を宣言。電話や交通網が寸断されているため、正確な被害状況は把握しきれていない。マレでは、 日本の ODA などによって建設された防波堤が同等の被害を最小限に食い止めたと言われている。東、アフリカ、ケニアで2人、タンザニアで10人、セーシェル、ソマリア、マダガスカルでも多数で合計137人が死亡、ソマリア沿岸で漁船100隻以上が行方不明となっている。ソマリアでの死者は200人以上との報道もある。 バングラデシュで二人死亡との報道がある。クリスマス後、正月前の休暇の時期ということで、海辺の保養地に多くの外国人観光客が訪れていたため、ヨーロッパからの旅行者を中心に外国人の被災者も多い。これまで国連やユネスコ、赤十字、WFP などが食料支援や医療活動を継続しているが、被災がひどかったスマトラ東北部や、 アンダマンニコバル諸島では、津波被災から2年が経過した2006年12月の時点まで、具体的な復興の目処すらついていない。プーケットなどの観光産業地域は、以前の半分の規模ではあるが徐々に観光客が戻りつつあり、津波の避難訓練などを行っている。そんな中、観光客が廃棄した空き瓶やペットボトル、使い古したタイヤなどを利用し、建設費用を 極力を咲いた廃材リサイクル住宅が被災地における復興の用として期待されている。日本政府は12月26日、スリランカに国際緊急援助隊の医療チームの派遣を決めた。28日にはテロ対策特別措置法に基づいてインド用に派遣されていた海上自衛隊部隊の内任務を終えて日本に向き的艦中だった護衛艦、霧島など3隻を 大金会に派遣し、捜索、救助及び、遺体の収容に当たらせている。その5体にも、国際緊急援助隊が派遣され、同救助チームが、ピピ島で、日本人行方不明者の遺体を発見するなどの、活動を行った。1月1日、小泉純一郎首相は、5億ドル、約510億円の無償供与、津波早期警戒メカニズムを構築するための協力。 自衛隊の追加派遣を検討など、最大限の支援を行うとの談話を発表した。1月4日、インドネシアのアチェ州へ、海上自衛隊輸送艦、国崎護衛艦、クラマ補給艦、時キワの3隻、航空自衛隊の輸送機2機、陸上自衛隊、第7師団など3自衛隊合わせて800から900人、派遣することが決まり、先遣隊が現地に向かった。 アメリカ政府は12月27日に3、500万ドル、約36億円の緊急支援を表明したが、内外から少なすぎるとの批判を受け、後に金額を10倍に引き上げた。他に、民間からも、多額の義援金が寄せられている。また1月から3月にかけて、原子力空母、エイブラハムリンカーンをはじめ艦艇約20隻、航空機約60機など、 総勢12,600人の米軍が各地で救援活動を行った。国際連合は全世界に強力な支援を要請しており、1月2日までに日本を含む約40カ国や世界銀行などから計20億ドル、約2,050億円の支援が発表された。その一方で日本政府の義援金5億ドル表明後に韓国が対抗するような形で、 当初の義援金の額、500万ドルから後、0ドルへと増額するなどしたことから、金額の競争じゃないと批判の声も上がった。なお、その後、結局610万ドルに減額したが、そのうち支払い済みは310万ドルで、残額は未納である。またこの津波により2005年8月15日に、ヘルシンキにおいて自由はチェ運動と、インドネシア政府の間に、 和平協定が結ばれ、反政府軍の兵士が一般市民へと戻りアチェ復興を目指している。また、各国で世界中から集まったボランティアが活動しており、被災者へのカウンセリングなども行われている。この津波によって発生した大量のフラン遺体によりペストなどの伝染病流行が懸念されたが、現地での早急な身元確認を行わないままの、 塗装処分や火葬など関係者の努力により、伝染病流行での大量死は2007年1月時点、発生は報告されていない。日本でも大震災や大津波、有事などによる大量死が真夏に発生した場合の不乱対策は整っておらず、今後の課題として残されている。この時、アメリカ合衆国国務長官であったコリン・パウエルは、被災地の視察後、私は、 様々な戦場や災害現場を見てきたが、今回の災害は私の経験の中で一番ひどいと発言し、被害の生産さを物語る一つとされている。2005年1月7日時点、1、0US ドル以上のもののみ、2005年1月6日、国連発表による単位 1000US ドル。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。